アイドルと痛風に捧げる人生という1ページという
聞いてね。これ書いたの私じゃないからね、出禁にしないでくださいね。聞いてないしねはい、これ書いたのあの人なので私じゃないですから。痛風とか言ってるけど私そんなそれ言っとかないと私怒られると思ってはい、ぜひビンゴドルオタパーティーじゃなかったビンゴロコドルパーティーね、はい、の毎回ねテーマ曲として歌えたらと思うので、もっともっと皆さんみんなのデカさん
何ビンゴのデカさん、ツーフーデカさんっていうところをぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、次歌う時にはもっともっとね完璧にしましょう。あ、私がね。はい、ということで次は私の今日初めて出します新曲聴いてください。カノン。ということでちょっと緊張してましたけど2つ歌い終えてちょっとホッとしてます。ここでホームの皆さんにですねお知らせがありまして、あのね物販席のとこにも貼ってるんですけど、私の大事な大事なイベントがあります。11月11日ポッキーの日なんですけど、なんとバースデー&3 周年のワンマンライブをすることが決定しました。イエーイ、ありがとうございます。はい、もうねあと2週間ぐらいしかないんですけど、はい、去年の半分ぐらいしか人が集まってないです。やばいのね、雨が降っちゃった。はい、あのでもすっごいすっごい楽しいあのワンマンにしたいなって思ってます。本当にワンマンライブ、
はい、去年はねバンドとかもあったんだけど、今回本当にもう単独と一人ゲストでね、あの弾いてくれるキーボードの方がバイキスさんというね、私の曲をもう一人ヒロシンさんともう一人作ってくれてる方がいるんですけど、その方とのコラボもあります。24曲ほど選曲しておりまして、なんと3時間歌いまくります。ぜひぜひとっても楽しいライブにしたいです。そして2つのお祝いをぜひね皆さんとしたいと思うので、よろしくお願いします。はい、ということで、あっという間にもう次の曲でラストの曲になります。ありがとうございます。ラストの曲はヒルシーさんが作った名曲ですね。スミレ色の誓い、聴いてください。ぜひぜひ来てください。